はい、名前です、絶対に希望通り年俸を払わないといけないペナント、第、パート5ぐらいかな、5か4やっていきたいと思います。海外留学あと3日で帰ってきます。誰が言ってるんですか。竹川と若井が言ってるのか。うちのどんな感じ、うちの選手はどんな感じなんだ。西くんとかがいるんか。ああ、中継ぎはまあそこそこ強い感じかな。先発がちょっと足りないみたいな感じか。フランサーがだってエースだもんね、うち。できたらフランサー中継ぎに回すほど投手陣があったらいいんだけど。野手は、まあ、山崎、青木が、早かったら、島内。今福。ああ、思い出した。今福、最強今福。で、チャンユイもいるのか。元橋三振についてんのかな。あと、早田の守備がゴミすぎるんだよな。そういえば、早田最近見ないな。やっぱ、高山とか、近本とかが頑張ってるから、出てこなくなったのかな。ああ、開幕2連敗。そして、あと1日で帰ってきます。じゃあ、スキップで。西。早田調子悪いな。じゃあ、彦野。梅野を取ったんだ、俺。強っ。うちの全部強くね？よーし、勝った。山安を打って勝ったの。逆転勝利。竹川強い。いい、ミートいい、いいね。パワー A。ミートいい、パワー A。そして、肩が B。補給 C か。馬界も EB だな。そこそこやれるんじゃない。つうわけで、じゃあ外野手がいらなくなってくるね。青木いらないな。青木下げて竹川、早田はまだいるとして、宇崎下げるか山崎下げるか。宇崎だな。宇崎下げて若い。水をいらないのかな。水をだったらまだ青木のがいいかな。キャッチャー A か。一応残しとくか。鶴岡のがいらないな。まだ青木は代打で使える可能性あるでしょう。まあ、いっか。若井はもう伸びない。初球丸を、高知、松井に初球丸教えてもらって、若井は、逆境丸覚えるか。で、誰かに初球も覚えさせていいね。中地、山崎とかに初球も覚えさすか。どうせ特に何も覚えてないんだったら。初球も、意外性でもいいけどね。意外性なかなか強いよな。パワー A なのしね、後半。ホームランも増えるんじゃないか。うちはパリーグなんで、ここに竹川が入って、で、早田が DH でしょ。元橋9番。5番、6番、7番。2番山崎か。一応3割打ってるんだったらまだ入れとくか。4番竹川だな。左、右。若いをどこで使うかだな。早田か若いか。若いだな。いや、対右は早田で、対左は若いにしよう。まあ、山崎打たなくなったら山崎のところを変えるか。島内センターできるよな。島内センターやってもらって、うまいこと。あれ、去年って打ちないんだっけ。去年最下位だっけ。去年最下位脱出してるような気がする、この戦力見たら。あ、去年まだ最下位なんだ。結構さ、開いてるな。17ゲームもさ、あるな。今年はだから、梅野と島内は多分去年入ってなかったから、今年梅野、島内取ってどうなるかってことか。で、初めて FA 取ったんだっけ、確か去年。そうだよな。初めて FA で取ったんで、その2人がどう活躍するか、見ものですね。トレード。ライオンズ森笠、
あキャッチャー D の24歳。あ中地でいいのか、中地でこんな24歳のキャッチャーくれんの。えそれはいらないよ、中地なんて。青木取れず出さず、青木じゃ取れないか、誰もなんか取れないかな。青木で森笠いいじゃん、控えキャッチャーとして置いとこう。どうせ中地使い道ないし、こいつも伸びねえのか。チャンユイは、チャンユイ、あチャンユイに得の覚えさせていいじゃん。俺山崎に覚えさせてんだ。山崎は弾道でも上げとけ、弾道でも。チャンユイに初球丸、初球丸覚えてる？粘り強そう。プルヒッター流し打ち、初球丸ロボヒッター、みんな得のいろいろ覚えてくれてるね。ハエタ打ってないな、若い打ってるね。じゃあ若いレギュラーで、6番5番、2番がちょっと微妙だな。誰2番に置く、本橋2番に置くか。じゃあ9番山崎か、しゃーどうしようか。早田ももうそこまで打ってないしね。山崎センターに置いとくか、一応守備要員で。島地対左はやな、対左はじゃあ早田打ってもらおうか。 DH 若いももったいなくねえか。CEC か。まあいっか。ちょ、見ようぜ。俺はあいつが見たい。うちの新4番、竹川くん。ホームラン2本打っております。竹川のホームランが見たい。あーでも京セラドームで本拠地で見たいね。本拠地で、あ市民球場ならホームラン出そう。市民球場ならホームラン出る可能性高いんじゃない。竹川ができた、竹川が調子いい時見たいんだよね。竹川ちゃんと調子いいかな。あー不調か。そうじゃあ一回どうか、一回京セラで、じゃあ市民球場、また市民、なんでこんな定期的に市民球場やるんだ、うちの球団は。なぜうちの球団はこんな市民球場でやるんだ。ハム戦、市民球場。竹川どうですか？調子普通。まあいいでしょう。銀次がファーストも。フランスはエッグ。西打たれてるな、宮国も打たれてるな。相変わらずうちの中継ぎ陣、ああ、いいね、奥中。矢作もいいね、1.93。抑え誰だ？リーバー、0.00。5セーブ上げて 0.00 っていいね。島地は強打外れてるのか。ってことは相手は左ピッチャー。梅野も外してみるか。水を入れましょう、キャッチャーへ。ザキヤマも打ってないね。ザキヤマこんだけ打ってないんだったら島内の方がいいな。9番だけど。一応左ピッチャーだから9番に置いとくけども、スタメンで使いましょうか。センタータイプのやつ1人欲しいな。足速い外野手、まあ、島内センターに置くか。でライトレフト竹川と、あでも早田は DH でわざわざそこまで使うんだったら別にセンター山崎でいいよな。 DH で使いたい選手が特にいないからな。竹川積極打法、強振対応はついてもらう。ちょー狙おうぜ、市民球場なんだからホームラン。いやーダメだ、そのバッティングはダメ。しかも相手上原だったら打てるでしょ。誰かホームラン打ったな、これ2点入ったって。ああ今福がホームラン打ったのか。強振強振、よしいいぞそれだ。あ対左 B も強い、しかもパワーヒッター。対左 B パワーヒッター持ち、3割3分9厘3本ホームラン、打点10。竹川のホームラン見たいよ、1本。やっぱ打撃普通ぐらいがちょうどいいのかもしれないね。めちゃ強だったらだいぶ打つからな、これぐらいがちょうどいいのかもしれない。まあ打った方が面白いっちゃ面白いけどね、自分が見てる時に。まあでもこれぐらいの方がリアル感があっていいんじゃない。セカンド牽制球です、二塁タッチはセーフ。セカンド杉よ、こう
低め決まってストライク。防御率 7.04、 強振してほしいね。一本ぐらい見たいな、ダイガーのホームラン。投げました。よし、入れ入れ、市民球場、市民パワー。いやー惜しい、飛距離は十分なのにね。投げました。入れ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 、うーん、ワンボール、あー入らん。お、犠牲フライ、いいね、いい走塁、積極走塁。おー、いいね、いい走塁、おー、いい走塁からのいい得点。今のはいい走塁だよ本橋くん。あ、それを振っちゃいけないな。シュート回転してるよ、シュート回転、ストレート。投球はこれから3球目。あー157キロ出なかった今、気のせい、俺の見間違いかな。これで2アウト、ランナーありません。俺の見間違いか、150、くそ頭入る、なんだこいつ。フランスはもうすごいな、6回、被安打1、負け運ついてるけどね。フランスはどうなんだろう、1点台で1勝1敗、 1.29、 1勝1敗、さすが負け運。おー、完封した、無四球完封勝利。フランスはマジで化け物だな、左キラーもついてるし。やっと2勝目、無四球完投勝利。フランスは今起用方法何人やってるっけ俺。調子次第か、勝利投手。うーん、宮國ちょっとダメだな、又吉先発調整するか。宮國は1回中継ぎに落として、リード陣に、あー打たれてますね、中継ぎ陣が打たれてますね。山崎打ってないな、3割7分5人打ってるなら使おう。一回使ってみよう、ヒコロ。パーマーもなんで打たないんだろう、能力が悪くないのに。こうなるとやっぱうちの外野手が多くなんだよね、控えサードしかいないからな、うちうちの控え内野手サードしかいないんだけど。一部少なくね、こんな少ないの、14人いるでしょ、なんでだ。あ、まあ DH があるっていうのもあるか。11人減らしてもいいかもね、中継ぎパリーグの場合だとちょっと多いのかも。宮國、いや宮國落とせないな、服落とそう、服落として、で中継ぎ陣も相手落として誰かあげたいね。松本直哉、中田上げて、孫チャーハンは上げてくるでしょう。うん、岩岡はどうするか、先発誰がいる、石渡くん、加賀とか石渡とか、柳沢慎吾とかもいるよ、柳沢慎吾とか。岩岡一回落とそう、で野手増やそう、あ野手増やそうっつっても外野しかいないのか、うずきか。内野手少ねえな、内野手取ろうぜ、指定なし、内野手指定なし、指定なし、若手の内野手は誰でもいいから、外野がちょっと多いから、青木で、じゃ青木の年俸が高いから。でも青木の年俸、あそう、希望通り払っても高いよな青木、多分来年一気に400万とかまで下がんないでしょう。そう考えたら青木をトレード出して放出して年俸下げたくないから、年俸払いたくないんで、青木の年俸。阿部引き入れたんだっけ、阿部引持ってんだっけ、阿部青木って。あそう、俺青木の、そういえば今っぽくに阿部覚えさせてんじゃなかったっけ、だよな、ちょっと待ってくれ、今いなくなられたら困る、シーズン終盤に取るでしょ、今青木がいなくなったら困るんで。選択なし、内野手指定なし、指定なし、指定なし、若手、うちもじゃあ外野手、若手の外野手出すか、いらないやつ、19歳までいる、18歳まで期待できる、21歳このタイプか。まあこいつもまあどっちかを切るか、19歳、対左 F 期待の逸材、関東のスラッガー、多分早熟、生駒で内野手取ろう。
思い切って2年目の野手を出してみる。内野手が少ないだけで特に別に外野手も多くはないんだよね。全体的に野手が少ないからな。限界突破、限界突破っていまいち微妙なんだよな。ようわからん、ようわからんだよね。今福スランプだから、今福にはスランプだろうが乗り越えてもらわないといけない。トレード失敗か。なんで1個まで俺内野手取れなかったの、若手の。誰でもよかったのに。そんなことある、中地であのキャッチ取れたのに。本橋がノリノリ。俺交流戦のオーダー決めてなかったよな。だよね、まあ、これがベストオーダー。9番 TH と、うわー打たないなこいつらは。だが控えも打たない。対左は梅野外そうか、水尾で行こうか。そうすると梅野の打率も上がってくるんじゃないか。彦野は頑張ってるな。まあでも DH しか出せ、あー4番交代。本橋打ってるね。チャンヤイ3割打ってんのか。6番がちょっともったいないところに来ているね。今福3番でしょ。本橋持ってるからな、まあ、とりあえず6番に行くか。パーマーね、もうちょっと我慢強く起用していくしかないのかなと。いねえしね、ファースト普通に。能力は悪くないから、新しい外国人取っても、もし打たない可能性もあるしね。又吉ダメ。先発変えよう。石渡り行こう。竹熊、後田、中継ぎで使ってみようか。田中。宮栗ダメだな。中田。大石。ビハインド、配線処理、ビハインド、リード時、ビハインド、守護神。勝利投手。それ、調子次第でやってほしいね。勝利投手。中継ぎがそんなにいないんでね。こんなに野手いらない気がするな。やっぱ中継ぎ増やそう。足りねえわ、うちやっぱ中継ぎ足りねえわ。先発陣が良かったらね、もうちょっといいんだけど、先発もあまり良くないんで、ここは中継ぎ陣を増やそう。156キロ、5球。剛速球右腕を。やっぱうちのユニフォーム、阪神のユニフォーム似てるな。チャインより活躍してるな。今年クライマックスシリーズいけるか？ワンチャンあるぞ、ロッテ相手に。ロッテ相手に交流戦強っ、交流戦強っ。急に連勝しだした交流戦。奥村よう怪我すんな。交流戦優勝しない？優勝はしないか。ロッテ相手にここで3連勝はできなかったから、2連勝もできない。一緒に早川巻越か。ちょっと差開けられたね。ここで来て吉見の覚醒。中継ぎだったら使ってあげてもいいかな。6点台交代。ソンチャーホンを上げ、あーでもなんか田中はまだ絶好調か。4点台まで下がってきた。まあしょうがない、藤代が下がるのはしょうがない。これは勝利投手やめたんで。てか中継ぎ陣増えたし、勝利投手に戻そう。勝利投手。フランサーだけ頑張ってるから。ビハインドでリード時、ビハインド、ビハインド、配線処理。若い。チャンユイだな。普通にチャンユイ4番でいいや。触りの差7本打つだろ。竹が若い、パーマー。梅野も上げてきたね、やっぱり。対左で使わなかったら。水尾が2割しか打たないけど。まあでも、梅野多分対左2割も打ってないし。いいでしょ、2割打ってたら。今福が1ヶ月の怪我ちょっときついね。それは3位争いちょっとだいぶ後退するんじゃないとか。いなくね、うちサード。あ、いた。か
代わりのサードゴミ代わりのサードがゴミにゴミのサードくれマジで緊急トレードサード足元見られてるからな俺うち今サード足りないの知ってるからなみんなちょっと誰かいねえなサード林とかくれねえか村上くれないかなサードでてかベテランでいいやれるやつちゃんとあ鈴木大地とかいいねうーん鈴木大地欲しいなこいつでもいいな外人でもジジでもいいな中井は嫌だあー川端でもいい正直川端でもいい川端か鈴木大地ホークでいいなこれ外国人でいいから取れんじゃねえなんかそれじゃない19歳とあの特能が悪い特能が悪いやつだそう若手の特能のあんまり良くない伸び25歳伸び F 1対1しか取れできないか1対1となるとむずくないそこそこいい選手じゃないと取れないよなピッチャーだそう誰がいなかったっけあのなんか得の悪いところにいっぱいついてるやつこいつ、いいところもついてんだよね悪いところもついてるけどタイピンジェフうーん1コマサードちょっと緊急補強しないといけねえ今でサード入るでしょで3番を誰が打つか問題若い3番かチャンユイ3番で4番竹川こうしようかほんとジジイでいいんだよサードはうちのサードほんと1ヶ月だけでいい1ヶ月だけ活躍してくれあー元足が乗れなくなった1ヶ月でいいんだ1ヶ月でとりあえず成立しねえかなこんなことしてる間に1ヶ月過ぎるんだよな松本あーとりあえず失敗ってなるともう誰でもいいもう誰でもいいサード指定なしミートがまあいいベテランどっちか宮城次はお前だどっちか取れないかなこうそうこうしてる間に1ヶ月過ぎるんだけどとかそして島内も怪我したし藤代もスランプになってしまった青山がノリノリなんとかトレードいやートレード失敗したもう怪我終わるんじゃない吉見下げた大山松本大石疲れてるな藤代はちょっと一回落とすか岩岡入れようか石渡り下げて大石疲れてるから一回下げようか孫チャーハン上げよう岩吹怪我回復してるじゃんうずきこれで下げたらいいんか今まで1割6期待通り活躍してないあー今っぽく4番でも小倉優衣もホームラン打ってんだよなチャンユイ4番打点すごくね55なんでどういうこと小倉優衣の打点クソ稼ぐじゃん若い竹がパーマー梅の彦うーん早田にするかじゃあ、水を
キコの。タイダリ D か。じゃあ、ハイダリ D や。あれ、タイダリ C じゃなかったっけ？下がったのか、タイダリ D に。しかも三振もついてる気がする。元からか。あ、沖縄が打つんじゃねえか。どうせ DH やったら青木でもいいかもね。だから誰と変えるっていう。山崎は正直外野の守備固め要因で必要だし、彦野だよな、変えるとしたら青木と。で、今阿部日はまだ覚えてないね。で、ここに来てベテラン青木の力を借りましょうか。対左は青木。なんとか4位まで。全然ゲーム差的にはありえるよな。3ゲーム差ぐらい。なんとかセーブ、直接対決を一緒に。はい、ロッテ直接対決3連勝。いやー、3連勝はできない。いやー、でもまだまだ引き離されてはないね。ここでちょっと大石君を上げましょうか。松本変えて多いし、孫ちゃん今年ダメだな。ダメな年ですね。かといった特に上げたい選手はいね。よしみ上げようか。今年はいける年なのかもしれない。よしみは7点台ね。藤代じゃあ6点台、3点台頑張ってる。リードリードビハインドリード、ビハインドリードジリードジリードジ守護神島内元橋、早田2割4分青木やっぱ3割3分3厘。やっぱ青木なのか、やっぱり青木なのか。893602、青木だな。対左だけで使ってるからこの成績なのかもしれない、もしかしたら。あとは梅野の対左の打率2割1分5厘、水尾は1割。あ、なんでお前は右の方が打ってんだ。打つなお前は右を。3位並ぶ五輪も。梅野使うか。梅野どうせ左でも右でもあんま変わんねえな。いやでも梅野の疲労を軽減するっていう効果もあるのか。水尾が出ることによってそういう効果もあるのかもしれない、もしかして。タイトルは水尾使おう。一応リードは水尾の方が上なんでね、そういうところも考慮しての水尾起用。よし、勝ちました。ソフトバンク、首位ソフトバンク相手に、首位ソフトバンクが勝たなくていい。確実に2位3位4位のチームから拾っていきたい。ここセーブライオンズ、ここだよ、ここ大事だよ。ああ負け越し。ロッテ、ここも大事、ここも大事だよ。勝ち越そう。まあ勝ち越し。ソフトバンクはもうどうでもいい。青木は2000万だ。楽天ここなんだよね。でも楽天は正直いいか。ロッテソフトバンク、ロッテセーブの直接対決に勝ちたいね。で西があかん、あかんくなったから、後ろで一回先発上げて、西のところに中継ぎだ、掛川行こうか。中継ぎはちょっとだいぶ疲労溜まってきてるよね、みんな。だから青山はちょっと酷使するよ。なぜならベテランだから。回復 F になってんな。吉見も頑張ってんだよな。ここ一回中押しを使おうか。掛川、ハイビチハインド、ビハインド、中下ハイ選手、リードジードジードジー、ビハインド、ハイ選手でビハインド。吉見がなんか覚醒してんだけど。フランスはすご。1.88。青木下がってきたな。早田で
対左だけで行こう。青木はやっぱフルでスタメンしたら疲れてくるんだな。あ、先発1人減らせるんだ。先発1人減らせるんで、ここで奥村を中継ぎに下げることができるんで、これで中継ぎの疲労がだいぶ変わって軽減されるんじゃない。ビハインド、あーなー、2連敗。あー、一生あたりがここでノリノリになりましたが、このタイミングでノリノリになりましたが、どうしますか。一軍に上げますか、中後ろ変えよう。先発やるか。なんとか逆転のクライマックスシリーズいけないかな。あの、6ゲーム差すぐらいついてるからもう無理だな。きついね。無理だ。もう終わったシーズン。まだか。まだやってるんだ。6.5 ゲーム差か3位と。結局無理だったな。まあ、最下位は脱出できたけど、初めて。初最下位脱出はできたんだけど、5位か。残念です。阪神が日本一と。じゃあオフシーズン行こうか。今年のうちの成績はどんな感じですか。フランスは神 1.877 敗もしてるけど、ヘロニモ。フランスは、フランスはマジで先発、どっち先発の方がいいのかな。西がイニングが食ってるけど5点台で、藤沢矢作97イニング投げてる。中継ぎで頑張ったな。強こいつなんだ。奥村、大石も49イニングか。大石で短期間しかいなかったのに50イニング投げてんの。多分すごいペース投げてんだ。27登板だもんね。リーバー1年間いたけど38イニングしかいてないで31セーブ。ちゃんと綺麗な使われ方してるね。矢作なんて62登板97イニング投げてるのに、かわいそうに。もっと外国人を酷使しろ。吉見も今年頑張ったんじゃない。あら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 、ちょっといいかなと思ったらすぐダメだったの。加山全然投げてないな。なんでリード時で使ってんのに吉見、なんで加山は全然投げてないんだ。矢作はあんだけ投げさせたのに。監督は頭おかしいのか。絶対頭おかしい、この監督。今福3割2分4厘20本。ちょっと去年と比べてやっぱ物足りないね。 OPS9 超えて十分すごいんだけどね。去年のやっぱ輝きが忘れられない。チャンイは3割15本。タイダリ2割、タイダリも上がってくるね。今福は何なんだ。二塁打が多いのか。いや二塁打も別に多くないか。ホームランが多いのか。これ長打率の差は何なんだろう。普通に打率の差もあんのか。小倉優衣との。チャンユイはこの能力でよく打てんの。若い島内、竹川低いな。24本もらってるけども、島内、本橋、パーマー。でも OPS7 あるんだ。まあ7あったら最低限。こっからだな。6-4、2割並ぶ。7人打っとき、5本も打ってながらアヘタンか。アヘタンだな。アヘタン低出塁だな。低出塁率ダメじゃん。もう梅野はまだ出塁率はそこそこ稼いでんのか。2割3分の割に2割並ぶ3人あるしね。鶴岡4割打ってます。青木は2割6分5厘まで上げたね。早田も青木もどっち使っても一緒だ。そんな変わんねえ。彦の使ってもそんな変わんねえ。この3人は誰でもいいです。問題はこいつだよな。こいつがタイタリもちょっと打ってくれたね。タイタリのレギュラーとして使えるんだけど、梅野もタイタリ2割0分8人だしね。でもキャッチャー C でしょ。それともキャッチャー A を使おうかなと。いうわけですよ。タイトル取ってないかな、誰か。今福ベストナインは取ってるでしょ。トノサキか。あ、フランスはベストナインだ。やった。フランスはベストナイン。
梅野、西梅野の阪神コンビがあのゴールデングラブ賞。そして最短3人もいる。フランスは最終防御率だ。菅野すごい。最終防御率ベスト9ゴールデングラブ。補給が上がった。単純だな、ゴールデングラブで補給上がるってなかなか単純ですね、梅野さん。じゃあ契約更改行こうかな。まあでも契約はすることないからね、正直。戦力外にするぐらいじゃない。あー、金はちょっと増えてきたんだっけ。じゃあか、ちゃあうち金足りないんだ。うち金すぐなくなるからな。なぜかというと、こうちゃんと払わないといけないから全額。あの5500万で2000万しか買わないんだったら買えてもいいのかな。だからいい特能がないから、まあでもいい特能はもう選手に覚えさせてもらうか。もういいコーチ行こう。7000万ちょっと高いな。脱三者打たれ強さいいね。いい特能をお持ちで、いい特能を持ってて7500万なのかな。よくね、拾ったでいこう。そして BB あります。育成力 A の方がいいのかな。で育成力 A と B で近い、どこまで近いのかよくわかんないしね。東樋口、一発削除がいいんだよね。寸前とか子宮にするか。打球反応、弾持ち、まだ微妙な特能だよね、こいつら。田島でしょ、メガネかけてるし。で、スカウトも、スカウトはちょっと一回ここだな。一回ここにしてから。ホップ、ステップのジャンプはまだしない。結構減るな、思ったより。あ、OK、4200万、だいぶ下がった。岩っぽくバッ、阿部覚えた、今く、もう青切らねえな。でも4200万だったら DH 正直使うし、青木は残してもいいね。問題はこいつなんだよな。でも5点台でイニング食ってくれるかな。ちょっと高くないか。孫ちゃんほんもな。孫ちゃんはもうまだ来年はやってくれると思う。まあ残してだな。早田が高くねえか。多分衰えてるでしょ。衰えてる。5100万、これはいらない。あ、押された青木でいい。特能もあるし。だから早田も特能あんだよね。逆境、いや、いらないな。早田の代わりはもう連れてくる。山崎30歳、もうきついよな。まあまあ、まだ残し。なんでお前は3200万なんだ。あー、山崎いらないな。若いじゃないわ。郷原が来たもんね。郷原でいいな、山崎使うだったら。いや、残しとこうか。福な、もうちょっと活躍してほしいんだけどね。梅野クソ安いんだけど。今のうち梅野複数連携結びたい。まあ、手足は取ったの失敗だったな。これ2年契約で首しちゃダメだよね。チーム全体のあれが下がるよな。で、1試合も投げてないやつだよな。吉見はもういらない。1試合も投げてないやつ首にしていこう。鶴岡引退か。引退引き止めはできないんだね、この縛りは。中後ろはもう引退で首でいいな。田中健はもう1例だけ休みよ。石渡り、柳沢、愛希、一発ついてるが、まあ、いっか。33歳、もう首きついな。牧もちょっと24歳でけどきついわ。変化球が全然伸びてないもん。そういえば、ルーキーの能力判明。ルーキーの能力あれだったな、やってなかったな。金子引退、中尾翔重脚、吉見重脚、鶴岡引退、引退、重脚。で、ドラフトの前に、うちの今年は去年ドラフトで取った選手の能力見ていこうか。能力見てなかったと思う。
誰だっけ、宮城とかそうだっけ、あ、岩岡だ、岩岡頑張ってくれました。4点台なら優秀でしょう。24歳でそこまで優秀ではないな。即戦力クラスだったんだけどね。社会人ナンバー投手だからもうちょっと頑張ってほしかったね。4点台だったらローテも落としかった。あ、悪くはないか、こんなもんか。牛尾田が良かったね。1勝もしてないけど よくはないか。別に 4.6 に掛川 11.5 でもちゃんとみんな投げてるね。みんなちゃんと即戦力らしくちゃんと試合には出てますね。こいつは高卒だからな。まだまだ一瞬トレードの駒にされかけたけどもなんとか生き残りました。それじゃ今日ここで終わりたいと思います。バイバイ。